こんにちは、サイソン和也です。本日のゲストは元体操選手の鶴見光子さんです。よろしくお願いします。結構テレビとか YouTube とかでも久しぶりなんじゃないですか。めっちゃ久しぶりです、ね。はい、最初にお伝えしておくと、僕と光子ちゃんは日体大の先輩と後輩なんですよね。そうです。そうなんです、うん、出会いはとある、これも日体大の格闘家の選手なんですけど、僕が企画して祝勝会をやろうときに行ったら、なぜかいたっていう偶然の出会い、偶然の出会いがあって、それで今に至るっていうような感じで、こんな感じに今ほんわかしてるんですけど、日本選手権6連覇してすごい選手なんですよね。いや、昔はもうロボットって言われるぐらい笑わなかったんで。確かに確かに、昔の競技とか YouTube 見るとめっちゃ真剣だし、今の顔見て多分昔の私をこう思い浮かべられないぐらい私が変わってると思います。なんで今と昔ってそんなに変化があったんですか。いや、でも練習はやっぱきつかった、うん、私プレッシャーっていうのかな、やっぱ結果出さなきゃ出さなきゃって毎日生活してると、うんうんうん、正直笑ってる暇ないっていうか、そんな感じでやってたんで、うん、全然笑ってなかったです昔は。それって本当やっぱ体操やってると、うん、オリンピックに出てメダルを取らなきゃっていうプレッシャーが本当すごい。世界選手権とかこうオリンピックの時ってメダル取るっていうよりかは結構もう自分のベストを尽くせみたいな感じなんですけど、逆に国内だと、うん、ずっと6連覇してたのもあって、うん、なんか優勝して当たり前って思われてるから、逆に優勝しないとやばいなみたいな。そう、なんか国内の方が結構しんどいっていうか、メディアの人とかにもすごい言われるし、世界選手権とかもメダル取った時とか前後とかはすごい、メダル取れそうですかとかめっちゃ聞かれるけど、まあ、国内の方が割と成績はすごいあったので、そっちの方が結構しんどかったです。メディアの人が優勝するんでしょうとか、うん、大丈夫ですかとか言うのが、うん、自分がめちゃくちゃプレッシャーかかる。かかります。でもこうやっぱ表向きは、うん、まあ今普通に調子はいい感じなんで、うん、多分優勝できると思いますって、調子悪くても言わなきゃいけないじゃないですか、うん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 、ちょっと優勝できなさそうですって言えないから、うんうんうん、なんか嘘を言うじゃないですか、うん、やっぱそれがすごいしんどい。本当は調子悪いんだけど、いや優勝できそうですっていうのが偽りの自分みたいなのをずっとやってると、うん、そんなに調子悪いのにみたいな、もう疲れてきちゃって、最後は結構、うん、なんかそういう意味でも疲れてた。こう体の疲れもあるじゃないですか、怪我とかもあって、うんうん、そっちよりも、ね、心の疲れっていうか、メディアにこう言うのが疲れてきちゃうみたいなのがありました、昔は。じゃあ逆に言うと、そのメディアのこう質問する側の人たちは選手の気持ちを持って発言するとか聞くっていうのが大事かもしれない。そうですね、まあでも仕事だからっていうのも分かってるんですけど、もう一番しんどい時にめっちゃムカつくこと言ってくる人とかいるんですよ、たまにね。やっぱどの業界でもこれはあると思うんですけど、そういう時はムカッときて、なんかちょっとこう強めにこう答えたりする時もある、うんうん、強めに答えたら、それが自分の中ではちょっと強めなんだけど、うん、実際にそれがニュースだったりとか新聞に出ると、すっごいこんなもう大きく強くなってる場合も結構あるし。あ、でも、まあ、体操業界の担当の人っていうか、うん、担当が結構 いらっしゃるので、担当の方はそんなに大きく書いたりとかはなかったです。割とそこは優しかった。でも、そのプレッシャーをかかっている中、体調が悪いのに調子いいって言ってはいるものの、うん、でも試合では必ず結果出すじゃないですか。うん、その結果を出すためのプロセスだったりとか、どういうふうなモチベーションでやってるのかとか、うん、どうしたらこう結果を出し続けられるのかってアドバイスってありますか。いや、私がめちゃくちゃ意識してたのはコンスタントにやる。体操だと毎日これを何回やりなさいっていうのがあるんですよ、うんうんうん、結構体操選手でやっぱ日によってそのノルマがこなせないとかあるんですよ、うんうん、私はもう常にいっぱいじゃなくて、まあ、5回がいっぱいだったら3回ぐらいを常に毎日必ずやるみたいな、こう行き過ぎじゃなく程よい回数を必ず毎日こう続けるっていうのと、うんうん、でも人間やっぱこう落ちる時あるじゃないですか、うんうん、そういう時はもうとにかく自分の大好きな選手とかの YouTube を見まくる。疲れてもう今日どっか痛いとかしんどって思った時はもう大好きな選手をもう
2時間とか練習前2時間ぐらいもずっと見てから練習行くとか。選手っていうのは体操の選手とか体操の選手好きな選手の YouTube をずっと見て、うん、それで自分ができてるイメージをする。私こういう風になりたいみたいな、うんうん、っていうのをイメトレしてから練習行くみたいな。そうするともう本番しっかり出せる。かなり絶対見ないで行くよりはもう全然いい、うん、じゃあ今実際にコウコさん目指して、はい、オリンピック目指してる選手とかもいて多分悩んでる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、そういう人たちはやっぱりじゃあ YouTube を見てモチベーション上げて、うん、で試合に行ってほしいって感じ、うんうん、あとはなんか自分の好きなタイプみたいなのあると思うんですよ、うん、選手でも、うん、すごいこう華奢な選手で、うん、技術もすごい上手みたいな選手と、うん、パワーがあってみたいな、うん、でも自分の好きなタイプの選手があると思うんですよ、うん、それを見つけて自分に合う選手みたいな、うん、自分のイメージしやすい選手を見つけて見る方がいい、うんうん、あんまりこうかけ離れすぎちゃうとあんま見てもなんか自分のイメージ湧かないことあんま意味ないから自分の体型だったりとか、うん、自分とちょっと似てる選手の方がイメージしやすい。なるほどね。ちょっと話は変わっちゃうんですけど、うん、オリンピックとか世界大会ってすっごいやっぱ緊張すると思うんですけど、うん、その緊張の乗り越え方とか、うん、どうやって緊張を克服してきたんですか？緊張は最初の方はどうやって緊張しないようにするかっていうのをめっちゃ考えた。そうやって具体的によ。なんかこう体操用語で試合筋って言うんですけど、試合筋？試合筋っていうのがあってこう本番だけ変に力入っちゃう筋肉みたいな。あ、変にこう力入っちゃって変な方向飛んでっちゃうみたいな、なんかめちゃくちゃあって、この試合筋が出ちゃうのをどうするかみたいな、うん、まあ、要は緊張しないようにするかみたいな考えたけど、うん、なんかいろいろやっても無理なんですよ緊張しないって、うんうん、それで考え出したのはこの本番出ちゃうこの試合筋をどう使うかみたいな。結局出ちゃうんですよ、こう緊張しちゃうから。この試合筋をどう使うかっていうのを中学校2年生ぐらいの時に考え始めて、中学校3年生から代表なれる私の時は、だから中学校2年生ぐらいから先生に失敗するなって言われ始めて、そっから考え始めた、どうやってこの試合筋を使うかみたいな。でもやっぱイメトレがすごい大事。やっぱスポーツ選手でイメトレってすごくやっぱ大事だ、うん、めちゃくちゃ大事だと思う。私は緊張に慣らすっていうのをやってた、試合前に。イメージで試合会場で演技して、うん、こう審判の先生挨拶してみたいな、うん、女子って4種目あるじゃないですか、うん、それ4回やるんですよ頭の中で、うん、演技して審判に挨拶する、うん、もうそれだけで結構緊張するんですよ、うん、もう手汗はかくぐらいイメージで、うん、で自分は会場行ったらこれぐらい緊張するんだっていうのを何回もやって、うん、本番行くとあ想像したぐらいの緊張感だなみたいな。あ、なるほどなるほど。めちゃくちゃやってた。コウコさんが言ったように緊張した人はしっかりイメージをしてやることによって、うん、あ、このイメージだったんだなって言って本番に行けるってことか。そう、あ、なんかプレゼンしますってなった時に、うん、いやプレゼンのメンバーが誰々でって、うん、自分が立っててっていうのを、うん、もうプレゼンする2週間ぐらい前から私は考える。うん、めっちゃ手汗かいてるなとか、うん、いや緊張してるなっていうのをこう想像して体感しといて本番行く。今 YouTube 見てる方で緊張しちゃう人、これはスポーツやってる方も私みたいに会社で働いてる方のプレゼン前の方とかもイメトレをしっかりして臨んでいただければなっていうふうに思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。